おはようございます。今日は12月27日の朝6時ですけども、今原生林の熊は年末の9連続勤務中ですが、お年玉クイズの、撮影をしたいと思います。昼間ね撮影できないのでこんな時間の撮影になって申し訳ないんですけども、ネムちゃんが1週間以内に赤ちゃんを産みます。いつ産むか、何頭産むか、出題したいと思います。公開日は10月31日です。で1週間以内にまず生まれると思うんですけども、生まれた日を当てるのが1つ目ですね。2つ目が生まれた数を当てるのが2つ目のクイズです。でどちらも当たった方は原生林の熊が作る鹿のローストと熊の煮込み、こちら2つプレゼントになります。1つだけ当たった方は鹿のローストだけ、ローストのプレゼントとなります。繰り返しますけども、年末に赤ちゃんを産むネムちゃんなんですけども、こういう状態ですね。結構お腹が大きくなってますんで、1つ目の問題がいつ産むかですね。いつ産むか、これ当たった方が、鹿のロースト、こちら結構人気なんですけどもプレゼントします。で2つ目の問題が何頭産むか、こちらダブルで当てた方は、鹿のローストと熊の煮込みと2つ送ることになります。お年玉クイズですので発表は新年になると思いますし、発送も新年になりますが、よろしくお願いします。いつもチャンネルご視聴ありがとうございます。ちょっとですね、急遽の出題なのでこんな形になってしまいますけども、ご理解いただいてよろしくお願いします。応募方法はですね、原生林の熊チャンネルの視聴者専用 LINE で受け付けますので、原生林の熊の視聴者専用 LINE を概要欄から登録いただいて応募をお願いいたします。応募はですね、生まれるまでですので、生まれるまでの間受付となります。生まれたら終了となりますので、よろしくお願いします。皆さんの応募をお待ちしております。原生林の熊チャンネル、お年玉クイズの発表でした。よろしくお願いします。ねむちゃん、いつ産むんだい、いつ生まれるの、ねむちゃん。なんか大きいね。ねえ、おっぱいも張ってきたね。ねえ、おっぱいの毛がなくなるんだよね、生まれる近くになるとね。毛も抜けてるじゃん、ネムちゃん。汗毛も来てるじゃん。大変大変。ねえ、何匹いるんだろうね。いつ生まれるかな、ネムちゃんな。ね。ネム。